ちます。いや、今悪くないじゃん。今のも結構ダフっちゃった感じ、うん、もう今回考えてみて。ちょっと枠線にして、ここね、やっぱりもうね、はい、全然もっと膝曲げて、あ、はい、そう、全然もう自分の持ってるから相当見ていいから、あ、こんなに来ちゃっていいんですね。ちょっとやりすぎマックス、はい、やりすぎマックス、そう、そっから引っ張ってるって、そうそうそう、いい、オッケーオッケー、うん、そうそう、だから、あ、やっぱりまだ、はい、ここ意識してるけど、はい、まだ僕かっこ悪いのかって、あ、はい、だからここからその場でバックスイングじゃなくて、まだこっち側に来たがる、こっち行っちゃってるんですか。そう、だからここからだと引けない、はい、ここにあった方が引けるでしょ、結構こっちに行っちゃって、そうそう、全然行っちゃっていい最初は、はい、ちょっと構えてみて、はい、バックスイングして膝曲げて、そう、じゃあここから、はい、これの一番遠いところで、はい、ここから打つよ、力の目いっぱいね、はい、これでダフれた、これでダフ、ダフんなかったら、はい、普段ここから打ってるところでね、はい、多分これダフれないと思うけど、はい、巻き引っ張りながら、ここから、はい、引っ張ってやって、ほら、ちょっとトップするでしょ、トップしますね、はい、だそれでいい最初、はい、ダフるってことは絶対自分が近いの、こっちに、あんだけ遠いとこから引っ張ってくると、はい、ヘッドってそんな落っこちないから、はい、あ、だから自分が思ってる以上にダイナミックドリルがまだ中途半端だと思う、それから考えてみて、はい、右伸ばして、はい、ダイナミックドリルやって、はい、持ってきて、ほら、どう、近くない、あ、全然違いますね、違うよ、ね、はい、どう考えても、頭自体が結構こっち来てる感じ、感じするよね、はい、もう一回、そう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 、はい、そっから触れない、そっから、これそう、そういう感じで、あともう一つは、はい、これちょっと細かいことになっちゃうんだけど、はいはい、ちょっと構えて、ちょっと見てて、でこうアドレスした時に、はい、この、まあ、こう両手をこう挟んでればね、はい、挟んでればこうじゃん、はい、でもゴルフって右手が下でしょ、はい、そうするとこう背骨のラインって、はい、若干こうなってるわけ、へえ、はい、若干、はいはい、構えてみて、はいはい、でそうすると普段の位置に対して頭がちょっと右に最初からあるよね、はい、だから結構ボールを真上から見すぎてるのをダフってる理由なの、だ少し斜めから見て、はい、この位置でこうやってやったらあんま動いてる感じがしないと思うけど、はい、ここからやったらすごく動いてる感じになっちゃうから、だからサイドベントって言って背骨の傾きがアドレスの位置なさすぎるの、うん、むしろこっちに傾いてる、はい、そうすると上げながら膝が伸びて左の膝が入ってきちゃうから、だから構えた時にちょっとこうして、はい、少しこうする、はい、そう、はい、でそこがすごく難しくて、はい、ここがコツなんだけど、はい、これまた究極の企業秘密を言っちゃうんだけど、はい、お願いします、構えてもらっていいですか、はい、今じゃ目つぶってお腹を感じてください、はい、お腹、はい、ね、お腹がどんな感じか、はい、で僕が触ったところを1センチ左にずらします、せーの、お腹急に入ったの分かる、はい、なんかクンって入ったでしょ、入ってます、はい、で こっからスタートする、はい、で開けても大丈夫ですか、大丈夫よ、はい、普段とボールの見え方違うの分かる、ちょっと違います、ね、ちょっと右から見てるでしょ、はい、はい、それで打ってみて、いきます、はい、そう、OK、でそうすると自分の体が今までよりかちょっと右にある感じがする、はい、そう言って結構いっちゃってますね、だから右にずれるっていうよりかはこの位置で早くバックスイング、そう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 、はい、ここからダウンスイング、はい、振り向く、ちょっと振り向いた時も普段より右にある感じでしょ、はい、ってことはね、ダフりが最近多いっていうのは、はい、ダフりたくなくて、はい、もう全部ボールに対して体がこっちにありすぎる、はい、逆、こっちに来た方がダフらない、はい、このぐらいで、そう、こんな感じで OK、そこから振る、早く振って、そうそうそう、いいね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 、 OK、 あと少し上げた時に、はい、普段よりか多分ちょっと右に頭がある感覚になるからね、はい、はい、あとはそのまま当て落とせずに振るだけ、はい、バックスイングして、このぐらいで、そのまま上げて、はい、はい、ストップ、このままね、そう、ここが手が遠いところでいいんだ、はい、もう一回最初から上げて、
振って、そう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 、OK、OK、はい、あとはいつも言うように、やっぱり下見すぎだよね。ボール見ちゃダメですか。そう、もっと、もっと、もっと積極的にヘッドアップして。ヘッドアップ。少し右傾けて、そうそう、そのぐらい、まあ、あんまりやりすぎてもないんだけど、そう、少しね、少しお腹に入ってるかなぐらい、OK、はい、上げて、はい、振る、そう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 、そうは振ってない、いつも、はい、そうですね、もう当て落としすぎ、積極的にヘッドアップして、じゃあちょっと一回補助するよ、はい、はい、いきます、はい、もうちょっと傾けて、はい、打ってね。はい。あ、もうこっち下に目線があるでしょ。はい。もう一回。もっと全然、全然こう、早く向こう向き。はい。このぐらいで。そう。一回目つぶってみ。フィニッシュまで行って。うん。もう一回。はい。これで振りが多いんだ。そうなんですよ、うん、ちょっと右に打ちます。いいよ、もう一回ボール見に行っていいよ。はい、一回目つぶって、はい、フィニッシュまで一気に振ってね。はい、うん、OK、はい、もう一回これで、うん、顔もちょっと上げて、はい、OK、うん、まあ、バックスイングはだいぶいいけど、はい、やっぱ当てようとしてるな、目つぶしてるの。あ、じゃあボール見てて。はい、ボール見ます。もうちょっと手上げて、 OK、 そう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 、はい、で、その位置で手遠くね、はい、振って、うん、そうで、自分の中で今までよりか、はい、まあ簡単に言うと頭こっちにある、ね、はいはい、普段はもうちょっとここにある、そうですね、はい、でここにあるんだけど、はい、普段の位置に戻ろうとするとダフるから、はい、この位置で振って、ちょっと右に傾いて、そう、そう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 、でもまだ見すぎだけど、はい、でも そのぐらい視点が右にないと、はい、やっぱり深く入っちゃう、はい、だからこう典型的な、まあ、アマチュアっていうか、はい、手前にクラブが落下するから、はい、こっちに痛くてしょうがない、あ、逆に向こうにいた方が今みたいに、はい、少し届かなくなる感覚になるでしょ、はいはい、だからダフってる時に手前にクラブを押してるから、はい、ダフりたくないと思ってボール側に移動すればそれほどゴルフってダフっちゃう、あ、だから単純にダフってるなと思ったらボールを見ようとすると体ってこっち側にずれていくのね、はい、だからもう見ないでいいからこの位置に対してもうこっちにいればダフらない、はい、だから発想が逆、手前にクラブが落下すると思って落下したくないと思えば思うとダフる、はい、落下してたら落下しようってこっち側にいた方がダフらない、はい、これ、ありがとうございます、はい、じゃあもう一回、だから感覚としてはさ、ブリちゃんさ、はい、ちょっと見てて、例えば極端にやると、はい、これアドレスしてこう届く感じしないよね、はい、これはトップじゃん、はい、これは届きすぎてダフるわけよ、はい、だこういうドターンっていうダフり方してるわけ、はい、だから上げたら自分の中ではこっちアンちゃんと一緒だね、あーボールに向かいに行ってる、アンちゃんもこう来た瞬間に急にバーンって上がったけど、あだからバーキン2枚になった方がいいんじゃない2枚はい、速投陣に目指していきたいと思います。ただまずアドレスの時にちょっと右に入れておいて、ね、そうで届かないように振ってみて、右側に少しいたままこんな感じで、そうアドレスはそういう感じ、はい、そういう感じ、遠目に上がって、はい、それもその位置でもさ、グリさんさ、はい、一つよ理解してほしいのは、はい、ちょっとわざとトップってごらん、そういうふうに考えないの、練習してる時に。あ、しないです。芯に当てようとばっか思ってない。思ってます、はい、わざとトップってこと。わざとトップ、
そう、でそれができるじゃん、はい、今何を意識したの？ちょっと、高めに振るというか、高めに振る、だから普段よりか高いところで振ってるわけじゃん、はい、だから逆に言うとそれが高かったらトップするわけだし、はいはい、こう低かったらダブルっていう感じで単純に考えてもいいかもしれない。まあ、アドレスの少しサイドベントって言って右の傾きはちょっと普段から必要だけど、はい、でバックスイングして、はい、そう、でそのまま普段振るときに体がボールに向かっていって、はい、ドターンってクラブ振るわけだから、その位置でクラブ振る、そう、そしたら絶対ダブルは起きない普通はね、はい、視点がそこに安定されてれば、はい、でも当たんないからどんどん向こうに行ってる、結局また打ち行ってるからドライバーまた右行っちゃうよ今のまま。そうですね、はい、ちょっとまた右に行き出してます、うん、あともうちょっと離れてね、OK、そうそう、その構え、それではやりすぎだけど、でも久美さん、そのぐらいボールって右から見ておくもんだよ、はい、今これぐらいで、そうそうそう、はい、OK、これぐらいで、はい、上げて、はい、そう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 、OKOK、